立憲民主党、塩村彩香が大炎上。コロナ対策を頑張った。立憲民主党の塩村さんが、1日にツイッターにて、次のような主張をしてしまい、現在批判が殺到しております。簡単にご紹介いたしますと、与党のデタラメッセージにより、離れた票が、コロナ対策を頑張った立憲に来ると思っていましたが、予想以上に理念が伝わっていない現実を受け止めなくてはと、 なってしまってててししままおりましてあのです、ね、立憲民主党などのおかしな野党の皆様、まあ、基本的に胃の中のカーズになってしまっており周りにいる支持者の声しか聞いていないため、まあ、このような世論から、まあ、世間からずれた主張になってしまうものと思われますが立憲民主党がコロナ禍で頑張ったことと言われますと、まあ、例えばですね国会で時間が余ったコロナと主張したり 審議拒否を行ったり、ワクチン接種を遅らせ、ワクチンよりも検査と主張したり、大規模検査などと、まあ、未だに主張し続けておりますが、まあ、こういったコロナ禍の中で、政府・与党側は、立憲民主党などのおかしな野党に対して、建設的な提案があれば受け入れると何度も表明しておりますが、コロナ禍が始まって2年近く経っているのに、 いまだにそのような建設的な提案は確認されておりません。現状、国民の皆様、有権者の皆様は、立憲民主党はコロナ対策の足を引っ張ったと判断しているものと思われますので、ぜ、ま、ひ、あ、とも立憲民主党には、塩村さんには、立憲民主党は頑張ったのに伝わっていないのではなくて、まあ、そもそも頑張っていないんだという事実をしっかりと 受け止めていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました